ポポクラ第3期、今日でね、終了ですので動画を撮っていきたいと思います。あ、ごめん、2期だ。ごめん、2期終了しましたので、2期の終了動画撮っていきます。一体ね、どんなワールドになったのか。2期です、2期。誰か TNT 持ってるやついたぞ、TNT。桜並木みたいな感じで、これね、あの水道結構好き、あの蛇口、水道の蛇口がここにあるんですよ。で、あとね、あのこういうね、なんていうの、こういうのも俺結構好きなんだよね。これはね、このハゲって書いてある。で、あとこれもね、結構好き、この人が2人。で、ここにもお家ありますね。で、このね、道とかも頑張って作ってくれてるよね。で、ここにね、露天掘りの場所があるんだけどね、今は比較的綺麗だね。いつもめちゃくちゃ汚いからね。比較的綺麗だね。あ、そうそう、こういうね、遊び心があるものはいいよね。おー、危ね。おーい！あ、俺クリエイティブだった。でね、ここにね、トイレあるんですよ、トイレ。やっぱね、トイレはね、いいですよね。あれ？みんな止まってない？あれ？あ、切断された。マジかよ。ここはビークあるからホワンホワンが邪魔だな。オッケー。で、ここにね、トイレもあるんでね、みんなちょっとトイレ済ませといて、これからね、行くからね、みんなあのトイレ済ませといて。ほら、みんなちょっと女便入るんじゃないよ。ちょっと男はね、こっちよ。男はこっちよ。ちょっと警察来るよ。ちょっとみんな注意しなきゃいけないからね。ちょっとね、俺はね、女便にね、入りたくて入るわけじゃないんだよ。みんなをちょっと注意しなきゃいけないからね。おい、そこのスライム何やってるんだ。逮捕するよ。さあ、変態ども行くよ。あとね、マックもあるんだよ、マックも。みんなマック好き？マックがあるんですよ、マックが。ここにね。マックあるんで。窓ガラス割れてる。ここから侵入できるぜ。あ、そうそう、あと噴水作ってくれたりね。この結構ね、水のところに置いちゃって結構、おしゃれね。オシャンティーね。まずここにね、ミッキーマスクのなんかお店があるのかな？で、ああ、駄菓子屋なのね。ミッキーマスクの駄菓子屋があって、で、ここにね、寺子屋さんがあるんですよ、いのりちゃんの。じゃあ、ここでみんなでちょっと授業をね。千年 B 組！おもまち先生！さあ、じゃあみんな席についてください。じゃあ皆さん席についてください。皆さん席について。授業を始めるからね、皆さん席について。人という字は、人が支え合って人です。人生は勝ち負けじゃない。負けたって言わない人が勝ちなのよ。自分を本当に大切にできないようなものには、他人をも大切にすることができない。ましてや愛する人を大切に思うこともできないんだよ。ということでね、みんなでね、こう授業を受けて。なんだこれ、学級崩壊か。なんかめっちゃ飛んでくるぞ。ほら。これ、いのりちゃんの寺子屋です。荒れてるね、これはね。宿題より楽しい。ここにね、いのりハウスが。ここでポケモンボールかと思ったらね、陰陽マークなんだよね。ポケモンボールじゃなくて陰陽マークなんだよ。
いのりちゃんのお家が。さぞそれはいのりちゃんの日記か。いのりちゃんの日記か。そろそろね、みんなね、勉強に疲れてね、トイレに行きたくなったんじゃないかと思うんでね、いのりちゃんのところにもトイレがあるんで、じゃあみんなトイレ行きましょうか。あれね、男はね、青い方でね、女はね、赤い方。男は青よ。三毛猫くんだけだ。あ、三毛猫くんまで。あれ三毛猫くんが、どっちに行こうか迷っている。ちょっとこのサーバー変態多すぎない？ちょっとね、俺はね、あれですよ、注意しに行くんだからね、ほんと入りたくて入るんじゃないからね。ちょっと何してるの？ちょっと、一つのところに何人入ってるの？どんなツレション？ちょっとツレションすぎるね、これね。ツレション、ちょっとね、ツレションってそういう様式じゃないんよね。ツレションって一緒に連れてトイレに行くことなんよね。一緒の便器をね、みんなで囲むだなんてね。ちょっと、ダメよ。もういいね、ミッキーマウス君もお家作ってくれててね。ここね、これでね、畳をね、畳のお家みたいなね。ここからね、街も見えますね。なんで落ちてった？ウリア君装備、なんで自殺していく何人も。ここね、ここ自殺ポイントじゃないのよ。お家なのよ、誰かのね。これが、じゃあミッキーマスクのお家なのよ。自殺ポイントじゃないのよ。で、ここはね、上にね、いろんな生き物がいてね。このファントムも飼っているっていうね。ほら、ファントムの名前を見ると、ポポコって書いてあるよね。おお、みんなが飛んでるの姿はなかなかいいね。なかなか面白いね、全員が飛んでる姿。このね、お家もなかなかね、いいお家なんだよ。みんな見た？このお家。で、このお家とサトウキビ畑とか、サンゴとかやったりとか、ちょっとね、神殿っぽいのもとかをね、ここに作ってくれててね、なかなかね、なかなかオシャンティ。こことかね、この R がね、きっとロケット弾なんだなって俺は思ってるんだけどね。なんだかんだと聞かれたら答えてあげるが世の中違うよ。そうなんだけどね、きっとね、なんだかんだと聞かれたら答えてあげるが世の情けみたいなね。ここにクジラもいるんですよ、クジラ。これね、俺がね、ここにクジラ作ってって言ってね、ミッキーマウス君が作ってくれたんだけど、なかなかいいなって思うじゃん。前から見るとめっちゃブッサイクなの、これ。ほら。めっちゃブッサイクな、クジラ。眉毛がね、眉毛が濃いんだよ、このクジラ。あと、顎ひげ。この顎のひげとね、眉毛がめっちゃ濃いね。あとね、チュンチュンさんのスイカみんな見た？まだ見てない人いる？チュンチュンさんのスイカね、結構ね、いいよ、これ。中まで結構できてるんよ。こう、スイカで、あれ、テーブル作ったりとかね。スイカ。本格的スイカ。あと、なんかキノコのテレビとかね。このさ、上のこの、これ良くない？これいいよね。俺これ結構好きね。誰が作ってくれたんだろう、これ。あ、そうそう、ボタンを押すと水がね、流れていくんよね。あー、黒サブさんが作ってくれたんか。あとね、こっちにね、船と三毛猫くんのイカダもあるんよね。船の上に、水の上にね、こういうのが結構あるの。俺的には結構好き。ここにイカだと、こっちにね、船があってね。いい感じよね。
いやー、ここだけでも結構ね、すごいのに。一週間ぐらいでこれできたんだよね。一週間ぐらいでもうほぼほぼこれができて。ここもね、なかなかいいよね。俺がね、勝手に改造したね、カノンちゃんのお家を見に行きましょう。勝手に改造したカノンちゃんのお家。最低。あ、で、ここにね、マッチさんの家と、隣にね、裁判所って言ってね、真四角のやつを作ってて、ね、マッチさんが、家の隣に真四角が嫌だって言って、一生懸命屋根とか壁とか変えてた。で、マッチさん、恒例のかまぼこと、今回ファミマも作ってましたね、マッチさん。いつの間にか。いつの間にかファミマも作ってて。で、あとはね、マッチさん恒例のかまぼこ。前回はね、リンゲちゃんのお家を勝手に改造して、今回はね、カノンちゃんのお家を勝手に改造。でね、お家をね、ポポキチがね、やりました。で、カノンちゃんはね、ウーパールーパーが大好きなんでね、ウーパールーパーを中にね、引き詰めて、素敵なお家にしました。どうですかね、ポポキチが作ったお家。ここが緑さんだっけな？もうこんな感じでね、地下にね、動物たちをみたいなね、なかなか面白いコンセプトで。これは、まちゃのすけさんの、なんか、ビルだね。ハトさんだっけ？誰だっけ？結構ね、周りをね、凝ってね、人工の川作ったりとかね、してね、ここら辺いい感じに作ってるんですよね。そうそう、金庫も作って。せっかくだから、金庫を。おお！クリーパークリーパー絶妙のタイミングでクリーパー出たな。この山道登っていくところ結構好きなんよ。こうやってね。で、こうやって山道登っていくと山小屋があってね。ここで温泉もあるんよね、確かね、ここにね。あ、違う！温泉じゃない。ただの氷になっている。あれ？ただの氷に。絶対冷たいやん、それ。投資するわ。まあ、いろんな嵐の理由があるんですけど、放火とか、ね、チートとかね、竹嵐とかね、アホとかね、罪状アホ。まあ、そんな感じでね、32人の番社が出たのでね、彼らのお墓でね、ここからね、ミヤちゃんのお家の中にね、もっちゃんの家とかもあったりするんだけど、ここね、小さく見えてね、地下がすごいんよ。地下がすごい。ほら、見て、もっちゃんのお家。お、ブランコみたいなのもあるね。こんな感じでね、しっかりと。なんかそれ前回見たな。ブランコで。ブランコに集まっていく。可愛い人並んで。って前回やってたね。スタート。誰か一人死んじゃった。なかなかね、集団リンチに会いたくないからね、なかなかみんな突っ込まないね。あ、ああ、大丈夫か。あ、あ、
激しい。あと3人か。あれ違う、あと5人か。あと5人、あと4人、なかなか決まらん。慎重にやってるね。もっとこの観客席の前でもっとさ、こう戦ったりとかしてさ、ちょっと沸かせてくれよ。観客を沸かせるんだ、ウォーリアーたちよ。止まってたぞ今。回線か今のは。クラッシュした。やばい、あと3人が。おおお、激しい攻防が繰り広げられております。やばいやばい、どうなる。おおお、やばい、これ。おお、やばいぞこれ。あー、ウリアン君の勝ちだ。ユウさん、死だ。ウリアン君おめでとう。じゃあ優勝したウリア君には最後コメントをいただきましょう。どうでしたか、ウリア選手。ホラーに力を貸してくれてありがとう。おめでとう。白江さんとかダイオン軍団、サケチさんのお城、サケチ城ですね。なかなかね、いいお城ですね。これね、いいよね。ってことでね、見ていきましょう。すげえな。ダーヨ軍団はすごいね。これね、トイレもあるよ、トイレも。みんな大好き。みんな大好き、トイレもあるよ。あ、そうそう、隠し部屋あるからみんなで隠し部屋探して。みんなで隠し部屋を探そう。みんなで隠し部屋を探そう。でこれね、上の階もしっかりと。でこれで一番上の階にね、ちょっと大きめのね、いのりちゃんが一人でお風呂入ってた。煙すげえな、誰も見えん。よし、ほらジャボテンダーがいる。ジャボテンダー、みんな知ってる？ジャボテンダー。FF のね、サボテンダーっていうね、やつのね、でっかいやつだね、ジャボテンダー。町田之助さんが作ったジャボテンダーですね。あ、落ちた。で、この橋を渡るとね、町に入っていきます。で、また、ビルがあって、みんなガンダムで、ね、撮影ポイントにしてあるんでね、ちょっとガンダムの前で撮影しましょう。これ何なんだろうね。ポポキション作った建物。これちょっと意味がわからんけど。ヘリコプターすごくない？これ。これすごいよね。で、剣もあるんだよね。ここに。この剣も好きだな。
ここでね、みんなプールで遊べるので。でね、このプール、後ろにポポ吉像も、緑さんが作ってくれたポポ吉像も見えますね。セブンイレブンマークある。セブンイレブン、いい気分。あ、この旗かわいいね。この旗かわいいね。お、すげえすげえ、いろんな旗飾ってあるね。そして、サケチのワンちゃん、白いのワンちゃんとワンちゃんがいて。ああ、サケチさん、旗作りがうまいんか。で、上までしっかりとあってね。で、ここにね、公園もあるんよ。公園はね、ザクロンくんが作ってくれたんか。ここにね。砂場とね。公園はね、なかなかね、心が和みますな。でも木生やしてくれた子がいるんだけど、木がボーボーすぎて、公園も木で埋まっちゃっててさ、あやべえと思って、この急いでこのね、草を刈ったんですよ。